道路で車線をはみ出したら対向車いたらぶつかりますよ。だけど 71RS はその車線内で曲がっていくタイヤなんですよっていう、その安心感は金じゃ買えない最強のタイヤなんじゃない。いいタイヤがみんな買って履いてくれるんで、それが答えだと僕は思ってて、誰にでも履けるストリート最強を目指したまあタイヤ。とんでもない説得をするよこの人だからこれを見てる人だけで教える最初の情報ブリヂストンファンの皆さんこんにちは、松島あつねです。今日はポテンザ RE71RS についてこちらの素敵なお二方にたっぷりとお話を聞いていこうと思います。まずは ARTA 土屋圭一エグゼクティブアドバイザーです。よろしくお願いします。こちらこそよろしくお願いします。お願いします。続きましてトヨタガズーレーシング 86BRZ レースでご活躍しております佐々木正弘選手です。よろしくお願いします。よろしくお願いします。佐々木選手には RE71RS の開発ドライバーとしての視点からお話ししていただきますし、土屋さんからポテンザ開発のも大先輩としてお話をしていただければと思いますのでよろしくお願いいたします。何を言えばいいですか。いいこといいことは私にも分かりやすいような感じで噛み砕いてお話ししていただけたらなというふうに思います。すごいね、私も気になっているタイヤではあるので、はい、ぜひともねいいポイントとか教えていただきたいなというふうに思います。どうぞ。いいポイントなんかいくらでもあるよな、はい。もうじゃあ語り尽くしてくださいよ俺に言わせたらもう半端じゃないよまずはこの RE71RS サーキットで走る場合の魅力を知りたいなと思うんですけれども、それは開発ドライバーです。そうそう、まずはちょっと開発ドライバー俺は買う側だから。まずは幅広いレンジで性能をですねいかなく発揮できるっていうところがまあ強みなんですけれども、ドライからウエットですね、冷たい路面から真夏の暑い路面まで幅広いグリップを出せるっていうのが誰にでも履けるストリート最強を目指したまあタイヤができたなっていうふうに思ってて、もちろんストリートメインで使うお客さんの方が多いので、サーキットでもちろんタイムが出るんですけど、ストリートを楽しんでちゃんとその車の性能をしっかりこうタイヤが路面に伝えてくれるっていうところをものすごく意識して作ったタイヤです。なるほど、はい。でもやっぱサーキットで走るとまた速いみたいなところもあるってことですよね。そうですね、もちろんサーキットで育てられた兄貴分のタイヤがあるんですね。そのタイヤのいいところをしっかりストリートタイヤに落とし込んで、もっと幅広く誰使っても、まあ、これはすごいよって先ほど土屋さんが言われた通り、はい、このタイヤにはすごく詰まってます。家からこのタイヤを履いて乗ってサーキットに行ってもいいぞっていうタイヤだってことですよ ね。そうです、そうです。エンジンかけて真冬でアクセル踏んだ瞬間からグリップしますし、サーキット終わって帰ってくる時もそのまま履いて帰ってこれるようなね、その本当にストリートでも性能をしっかり出せるようにかなり魅力が詰まってる感じがしますけど、はい、土屋さんから見るとどうですかこの RE71RS。 もうサーキットで使うのは当たり前のタイヤですよ今。あら、いろんな雑誌だとかウェブとかでタイムアタックやるんですよ、はい、その日本中のチューナーを集めてでそういう時に 71RS を履いてるわけ、はい、日本全国の有名ショップの皆さんからするとやっぱタイムが死活問題につながるの、ショップの。だからそこでじゃあ世の中でタイムが出るタイヤはっていうと 71RS なんで、これをチョイスする。へー、巷でやっぱり皆さんがタイムアタックの時に 71RS を履くんで、はい、僕はあの普段から 71RS 普段から履いてます。おー、もう街乗りでももう AE86 もそうですし、お GT86 もそうですよ。へー、もうそれだから普段の乗り心地なんかめっちゃいいよ。スポーツ性能が高いタイヤって結構日常のそう乗り心地が悪いみたいなイメージあるんですけど、ないんですか。それね、昭和の頃。あ、ちょっとやめてもらっていいですかちょっと令和、昭和の頃はね、はい、昔はそうだったね。ハイグリップタイヤイコール乗り心地が悪い、うんうんうん、だけど佐々木くんが開発したこのタイヤって俺もだから普段はダメだろうなと思ったの、はい、だけど普段から AE86 とその GT86 に履かしてしなやかな乗り心地もハンドリングもゴツゴツ来ない。へえ、そこがねびっくり。タイムアタックのタイヤにもかかわらず普段履いて気にならない。それ両立するのってすごい大変なんじゃないですか。だってはい、まあ結局は一泊置いてない今いやいや置いてないです本当にこうタイム出そうとすると
なかなか剛性を高くしたいんで硬くなっちゃうんですけれども、そうするとレンジというか使える方が本当に狭まってくるじゃないですか。それを押しつぶしたりタイヤをこの接地面をコントロールするっていう意味だとすごく難しくなってしまうんですね。でそこをマイルドにさせるのに、少しねこれトレッド面のこうしなやかさっていうのを出したんですよ。それが乗り心地もうまくつながったっていう。柔らかさに、はい、いや本当にびっくりするよ普段の乗り心地。へー本当にじゃなかったら乗らないですもんね。だってね普段履かないよね。いやそうですよ ね、サーキット行ってタイヤ履き替えるっていうのが一昔前まで の、 そのサーキットで走る定説だったんだけど、今は 71RS を普段履いてそのままサーキット行ってタイムアタックしてそのまま帰ってくるっていう。だからもうスペアタイヤ持っていかないもんね。だそれって本当すごい寿命も伸びてるってことですよね。そのタイヤとしての摩耗ももちろん良くなってるのでそういうことができたんですよ。まあ、本当にストリート最強を目指したタイヤを作ったつもりなので。走行ってやっぱりこうする上でドライとウェットって路面全然違うんですか。サーキットだと全く違うでしょ。普通の路面ってやっぱりアスファルト路面って細かくこう石が敷き詰められてる。サーキット路面ってのは粗いこうゴツゴツしたい石で固められてる。だから割とグリップもするしタイムも出る。ラバーがこういうタイヤのゴムが溶けてその石にしっかりこうへばりつくの、へばりついたものが雨になると余計滑るようになる。プラスチックとプラスチックみたいな、ゴムとゴムじゃないのも。そういう現象が起こるってことですか。だ雨はすごい滑るしラインを外さないとそのとんがった石の上にタイヤが乗らないよね。わじゃあ結構走ってて怖いというか。だからその F1 もそうだしそのプロのレーシングドライバーの雨の走りを見てるとアウトインアウトって使わないでしょ。アウトインアウトって普段皆さんが毎日こう何十台何百台が走るラインで石が全部丸くなってるの角が。でもそこからラインから外れたところに行くと石の角がまだとんがってんの。そこに雨の日は引っ掛けるようにタイヤを、そういう走り方をプロはしてるよね。はあ、そこを見てもう分かって走るんですね。そうそうそう、引っ掛かるようなところをちゃんと見ていいタイヤプラス引っ掛けろみたいな。はあ、じゃない。もうそのそんなこと考えて走ってないんでね。いやみんなプロはすごいなと思って。やっぱプロってプロはいいタイヤだけどこのタイヤをさらにこう発揮させるためにはこのタイヤを引っかかるところを見つけるの、こう路面を。だから雨の日ってライン関係ないよな。はい、関係ないです。タイヤが食うところ、うん、引っかかるところを探す。誰も走ってないところを走る。そうそうそう。ウエットって温まってから の、 そのグリップ力もちろんそれも大切なんですけれども走り出しのいやウォームアップ性大事じゃないですか。うんうん、最初から滑っちゃうともう恐怖感で攻めらんないじゃないですか。うん、もう一歩先もう一歩先っていけないんですよ。最初からグッてグリップしてくれると安心感がまず得られるんで、はい、その後の次の手を考えられるんですね。先ほど土屋さんがおっしゃった通り路面をどこ走ればいいかっていうのを選べるように最初からウォームアップもいいのでまずそこで安心感が得られるっていう、あのウェットの最高グリップだけではなくて、低温からごく低温からしっかりこうタイヤがグリップしてくれるのでそこが安心感につながるっていうところもあるのでウェットっていうところも、うん、あの完全に網羅してるストリートとんでもないセットをするよこの人。この初めてあの雨のダイヤス聞いたんだけど、はい、大体これを見てる人たちって多分僕と同じ考え方で、はい、ウェットだから、まあ、ちょっとこうタイヤ動かした方がいいんだろうなって 1.6 ぐらいのないやつから走ろうかなってサーキット、はい、これが今までの定説なの、うん、だけどまさに聞いたらいや 71RS は3キロ入れても平気ですよとか言って3キロ普通入れねえだろみたいな、ドリフトだろそれって言ったら全然グリップするって。はい、そうなんですか。だからこれを見てる人だけだよ教えるの内緒の情報。それが全部正しいわけではないかもしれないんですけれども、僕らそのいかにこのタイヤを 100% 発揮させるかっていうのに特化したドライバーじゃないですか、うん、プロドライバーなのでその特徴を生かすためにしっかりこう内圧をいっぱい入れることによって上のトップゴムっていうゴムが積極的にこう動くようになるんですね。うん、内圧が低いとケースがこう動いちゃって、うんうん、ゴムの動きが悪くなって一緒に動いちゃうんで、うん、なのでゴムだけ柔らかくしてしまえばいいんですよウエットって。うん、でそれ温度を上げれば上げるほどさっき言ってるそのアスファルト の、 そのギザギザにタイヤが食い込むわけですよ。そうすると引っかかるんでグリップする。うん、なのでケースはしっかり内圧を高くしてゴムだけを動かしてその引っかかりに入れ込む
食い込ませるっていうのが大切になってくるので、そういう内圧をチョイスする場合もあります。はい、俺の考え方って古いわけよ。そんなことないんですよね、昭和の考え方。いや本当に昔はタイヤを動かさないと発熱しないっていう時代が多かったのね、だから内圧を落としてこうタイヤを動かして発熱させる。だけど今のそのブリヂストンの考え方って、タイヤをパンとこうパンパンに張って点で熱を入れてそこから広げていくっていう、教えてくれなかったよ。こんなこと俺に。いや、市長さん電話してくれなかったんで。いやでも面白い。そのサーキットでの、ね、走りもちょっと聞けたんですけれども、今度街乗りですよね。この RE71RS 街乗りの魅力をちょっと。 71RS 履いたら車の性能をしっかり 100% 発揮できるタイヤになってます。なのでこのタイヤはストリートにしっかりマッチしてるタイヤなんですけれども、その中で乗り心地も、うん、ものすごい良くなってますし、ストリートっていろんな道があって、さっきと路面だけではない荒いところだったり、コンクリートだったり、濡れてたり乾いてたり、温度も様々、すごくさっきとより幅広い路面で性能を発揮しなきゃいけないので、そういうところのグリップも良くしなきゃいけないっていうのと、ロードノイズをいかに消すかで、サーキット用のタイヤって本当にロードノイズがうるさいしゴツゴツしてる、はい、でまあ、ハンドルも取られちゃうっていう感覚あると思うんですけれども、一番はスポーツカーってタイヤがキャンバーって、要はハの字ついてる部分がすごく大きい最初の車だったりするんですけど、ハの字の内側のよく当たるところに溝を多く切って、そこのタイヤのゴムをしっかり動かしてグリップを出しながら、なおかつ音、ロードノイズっていうところも気にして、このカットの入れ方だったりを気にしてます。でアウトサイドのこの大きなブロックでサーキット行ったりワインディング行ったりすると、この大きいゴムが路面を掴んでハンドリングを良くさせてるっていう、だ本当に街乗りっていうところからサーキットっていうところまでうまくですね、一つの線でつなげて、スポーツカー、要はスポーティーカー、要は何でもいいんです。自分の車がセダンでもこれを履くとスポーツカーに変身するような、そういうタイヤになってます。はい、乗り心地がすごいな、魅力しかないですね。魅力はいっぱいありますよ。だから今安間さんが言ったようにその絶対的にサーキット走るんだったらタイムが出るでしょ、うん、で街乗りに関しては僕らみたいに普段から履いてるっていう、普段から履いてて、なじゃあ普段からなんで履けるんだっていうと、うるさくないでしょ、うん、乗り心地がいいでしょ、うん、しなやかさがあるっていう。一昔前だったらこういうハイグリップタイヤってうるさいわ、もう硬すぎるわ、振動がすごいわ、そうそう、だからそれが全然ないから普段から今僕らなんかは履いてるっていう。あとはやっぱり安全だよね、保険として高いけどこのタイヤ履いてたら車線を越えることがないっていう。いやだってあまたの、ね、車に乗ってきた方がそれをおっしゃってくるのって本当信頼性があるというか、初めてね車運転自分でするとか、初めてのマイカーとか、ね、車大事にしたいじゃないですか、せっかく買った車何か事故とか起こしたくないしっていう方にも本当にいいですよね。僕らからするとね、はい、下手なやつほど 71RS 履けよ、うん、オブラート知らない感じですよね。大先輩に言うのあれなんですけど、極端な話その一般の道で俺は使ってるから、はい、E86 とね GT86 で、例えばね50キロ制限の道があるんだけど、ワインディングでそこで50キロで曲がれないコーナーってあるわけ、ヘアピンとか、うん、そういったところで白線を出るか出ないかってすごい重要なの。いや重要ですよね。だから僕らでもそうなんだけど、そういうのを特にこうプロだから気にしてるわけで、絶対事故っちゃいけない立場なわけじゃん。確かに。だから下手なやつほど 71RS を履けっていうのは、その道路で車線をはみ出したら対向車いたらぶつかりますよ、だけど 71RS はその車線内で曲がっていくタイヤなんですよっていう、そのくらい違う、はあ、だから、うんうん、ブリヂストンって高いんだけど、高いだけの価値がある。そうですよね。そこに だから保険があるわけよ、センターラインに。安全をお金で買えるっていうことですよね。だからそういう意味ではやっぱり普段さ、飛ばす飛ばさない関係なくて、うん、事故率が減るっていうのは明らかになるわけよ、そのセンターラインを超えるか超えないかっていう。だから走ってってすごく思われるようになるんじゃないですか、履けばいいのに前の車とか。ちょっとそんなこと言えるか、前の車 71RS 履いてくださいの。うちの旦那さんとかもタイヤいろいろこう迷ってるタイプの人で、毎回言うんですよ、ブリヂストンのがいいよって言って、
もうやっぱそこって信頼性が、自分もこうやってお仕事で関わっていただいてるってのはもちろんなんですけど、やっぱりこうレースでいっぱいチャンピオンを取ったりとか勝利してタイムが出ててって、タイムが出るってやっぱり安全性もあるっていうことだと思うんですよね。プロドライバーの方たちだけが扱えるわけじゃなくて、プロで扱えるものってこうユーザーにね届く時ってたくさんの方が使って、そのね運転技術がない方でも扱えるようなタイヤになってるっていう、だから本当に一ユーザーのね私としてもぜひともね手に取っていただきたいなというふうにね思えるタイヤだなというふうに思うんですけど、それを言いたいよね、いろんな人にね、いい車に乗ってる人に特に言いたい。確かにそう、タイヤって結構本当履き替えると景色とかが変わるような、今まで乗ってた車が例えばこの車買い替えようかなの前にタイヤ変えると一気になんか車変わったみたいな感じになりますよね。あ、それはあるよね。ありますよね。ある意味 71RS も自分が乗ってる車が本当にスポーツカーになったというか、ワクワクする走りがなんでそうなのかなっていうふうに思うんですよね。私とか本当に日常でたまに車乗るぐらいの人間なので、なんでこんな楽しいタイヤなんだろうっていうふうに思うんですけど、やっぱり意のままに動くっていうところだと思いますよ。例えば1切ったら1動く、はい、要するに1切ってもグリップがなかったり、そのタイヤの動きが大きすぎたりすると1を動かしても1動いてこないんですよ。その先の3切らないと1動いてこないんですよ。で最終的に5切った時に5になるみたいな感じになっちゃうので、それだと多分スポーティー感だったり意のままに操ってる感じがないんですよね、差が出てしまうので。確かに、はい、それに合ったそういうスポーツタイヤっていうのがあるので、やはりそういうところの差をなくする、自分が思ったように動くタイヤ、そういうところにちゃんと反応してくれるタイヤ、そしてタイヤが実際にドライバーに対して今1切れてますよ2切れてますよっていうのをちゃんとタイヤがドライバーに話しかけてくれる、だから対話ができるっていうところがこのタイヤの魅力だし、他のタイヤにはない面白いそのスポーティー感も得られるっていうタイヤだと思います。そういったところってやっぱ日常で車乗る時も大事ですよね。全然大事です。だからそれはもうハンドリングで分かりますよ。他のタイヤから 71RS に履き替えて、履き替えたところから出た瞬間にグリップしてるなっていうね安心感、その安心感は金じゃ買えない。確かに、もうすでに履かれてる方とか、もうあの買おうと決めてる方とかは多分分かってらっしゃると思うんですけど、きっとねそのねお値段とかでねお悩みになられる方とかもいると思うんですけれども、一回履いてもらいたいですね。確かに、はい、そうですよね。履いたらね多分ねやめられないぞっていうのがね、あると思います。自分はサーキット普段行かないしとか、あんまり走ったことないしっていう方でも、まあ、街乗り専門ですよっていう方とかも、まあ、例えば時々ね自分だけじゃなくて友人だとかご家族とかね乗せられる方とかもいると思うので、そういった方のね命の安全とか守るためにもまずはタイヤをちょっと変えてみるとかっていうのはあるかもしれないですよね。それはもう確実にあるよね。うーん、サーキット専用タイヤじゃないから、やっぱこう一般ストリートラジアルなんで、だから我々はもう普段から履いてるのはそこだよね。なんかあっちゃいけない、もう立場上なんかあっちゃいけない人間たちだから、確かに絶対的にこう安全なタイヤ、リスクの少ないタイヤをチョイスするし、思ったより静か、これはちょっとびっくりしたよね。思ったより静かで、思ったより普通に我々に対して優しいハンドリングがあるの、こうゴツゴツしてこなくて、だからその辺がやっぱりストリートでも履ける最強のタイヤなんじゃない、正直この1切ったら1応えてくれるタイヤだと運転うまく感じられますよね。助手席乗ってる側からすると気にならなくなるよね。そうなんですよ、ハンドル切ってる量と曲がってる量が違うと、助手席とかだと下手なのかなってちょっと思っちゃうんですよね。なんか車がちゃんと応えてくれてないんじゃないかっていう風に思っちゃうというか、相手の人乗ってる人とかにも安心だな安全だなって思ってほしい方にもちょっとおすすめしたいタイヤであるかなという感じがしますよね。このR71RS開発の時のこだわりとかをちょっと深く聞ければなと思うんですけれども、僕は本当に、まあ、土屋さんに憧れて、はい、小さい頃にね、うん、本当に土屋さんのビデオを見て育った世代でいわゆる走り屋ですよ、はい、で走り屋の時って違うメーカーに憧れたり土屋さんが入ってたね、そういうところがすごくあって、僕も自分の免許を取って走り出しながらプロドライバーになっていく上で
こういうタイヤを使ったイベントって雑誌とかいろんな企画で多くやってるんですね。で 4,5 年前ですかね、タイムアタックっていうショップの名誉をかけてくるイベントがあるんですけど、僕らのブリヂストンポテンザって本当に少数派だったんですけれども、僕はこのブリヂストンポテンザ開発ドライバーとしてこういうストリートタイヤの開発携わらせていただくときに、まずはそのイベントを俺逆転したいって言ったんですよ。ここ9割にしたい、シェアを伸ばしたい、みんながかっこいいっていうタイヤ、みんなが履きたいっていう憧れのタイヤにしたいっていうことを開発時に言って、ここ最近ですね、もうかなりの割合でシェアは僕ら持ってます。なので買って使う方が、はい、僕らがいいよいいよって言ってもタイムで表現されるし、うん、いいタイヤがみんな買って履いてくれるんで、それが答えだと僕は思ってて、答えは出てると。確かに、まあ、同じなので、そういうところを最初に意識をして、はい、それをするためには何をしなければいけないっていうところを、開発で盛り込んだんですけれども、僕 86BRZ レースっていうものをやってるんですけれども、そのタイヤっていうのはいわゆるラジアルタイヤと言われる縦溝がついてるタイヤなんですね、はい、スリックタイヤではなくて溝付きのタイヤでレースをしてるカテゴリーがあるんですけれども、はい、そのタイヤの、血統をですねしっかりこれに入れて、いいところをですね限りなく強く盛り込んで作ったんですね。それが今回のこの非対称パターン、一番負荷がかかるアウトサイドを大きく取ることによってレスポンスだったり力強さを表現して、内側の細い溝はウォームアップ性、冷感時からグリップを出せるようにですね内側に溝を寄せて、走り出しから速くコントロール性が良くっていうところを狙ってこういうタイヤにして、形状もそうですね、ハンドル切った時にどこが一番強く当たるかっていうのもイメージしながら作りました。もう一つは一番大事なんですけれども、タイヤってスプリングと同じような感じなんですけれども、やっぱり縮んだら伸びなきゃいけないんですね、うんうん、その伸びるタイミングと伸びた時にグリップって出てくる、要はトラクション性能だったり力強さが出てくる。倒れたままのタイヤってグリップを受け止めるのはできるんですけど、それをトラクションに変えることがなかなか難しいんですね、うんうん、力を受け止めることしかできてないんですよ、うんうん、次の操作に対して次の一手が見つけられないので、それを起こすっていうことにすごくこう意識をして開発を進めてきました。そしたらこういうタイヤになったっていうところです、はい、いやでも感動的ですね、その9割にしたいっていうのってなんか並々ならぬ決意というか熱意がありますけど、大先輩として土屋さんどうですか？いやもう答えはもう今マサが言ったように、うん、マサとブリヂストンはこれを繰り返したいっていう、そこから始まってるわけじゃない、うん、で今現在ってそのマサが思い描いてきたことが現実になってる。それは僕なんかもここ3年ぐらいその八高原のイベントにねタイムアタック行ってますけども、軍祭も行ってますよ、はい、でいろんなショップがその履いてくるタイヤって 71RS なんですよ、うんうん、だからこれが全てだなと思う、答えはね。その現場を目の当たりにされてるってことですよね。そうですね、だからそれを真似して俺も 71RS 買ったんだけどとても満足してますユーザーとしてのユーザー代表のレビューが入りましたけど、いやでも並々ならぬ努力どころじゃないと思うよ、うん、本当にそのマサが言った 4,5 年前にはブリヂストンってこんなに1割か2割しかいないんだっていうところから始まってるわけじゃない開発は、はい、だからそれはすごいと思う。それを繰り返したんだからさ、今土屋さんからしてもそれは分かるってことですよね、その大変さっていうか。分かるね、分かる、すごい分かる、すんごい大変。うわ、でもこうして今たくさんの方に選ばれるようになっていろんなコメントとかもいただくと思うんですけど、どういうレビューが多いですか？一番はやっぱりタイムが出るっていうのは言われます、うん、はい、それと、乗りやすいっていうのも癖がないんです、はい、そうなんですよ、本当に癖がなくて乗りやすいっていうことは僕の耳には届いてます。あ、はい、もうよしって感じ。そうです、そうです癖をなくすっていうのもきっとすごく大変なことなわけじゃないですか。それはそうでしょう、だってこのタイヤは一般の人たちが履いてくれるわけだから、ストリートでも履いてくれる、当然サーキットのタイムアタックでも履いてくれる、だからそこはねすごい難しい、うん、俺昨日ね 12D と 07D、はい、ブリヂストンのこのねタイヤ比較のテストをやってたの、はい、で 71RS を履くとなんて乗りやすいんだろうっていうね、やっぱ86BRZ 専用のタイヤってとんがってるの、タイムが出るようにタイムが出て
あるいはその15周走んなきゃいけないっていうタイヤを作られてる。そっから 71RS に乗ったらすんげえ乗りやすいのなんだ本当に。だけどそういうもんなの、レーシングタイヤってやっぱとんがってていいの、タイムが出て15周のレースをきっちりできれば、うん、だけど 71RS って違うの、うん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 、買ってくれた人たちがそんなレースなんかやらないから、うん、普段履くから、はい、普段履いた時にどうかっていうのがそのこのしなやかさに出てるの。こういう今後この10年後20年後モータースポーツのワクワクを続けていくためにタイヤはどう変わっていくのかっていうねお話をね聞いていきたいんですけれども、今本当にこうモータースポーツカーボンニュートラルの時代に進んでいくと思うんですけれども、馬車がね車に変わったように便利なものに世の中はどんどんなっていくし、環境に優しいものにどんどんなっていくと思うんですね。その中で馬車はなくなりましたけど、乗馬はなくならないじゃないですか、うん、馬に乗るっていう楽しさを分かってる人たちが馬を可愛がって馬でスポーツする、馬に乗るっていうものはなくなってないんですね。僕らモータースポーツもどの車としてはどんどん EV になったり、カーボンニュートラルで水素化になったり、いろんな状況でいろんな選択肢がある中でそういう方向に最終的にはその空飛ぶ車かもしれないし、うんうん、ちょっと未来はまだまだ読めないんですけれども、きっと僕はこのモータースポーツっていう文化、そしてこの楽しさっていうのはずっとずっと続いていくと思いますし、続いていってほしいと願ってます、うん、でその中でやはりそのタイヤの進化っていう部分ももちろんそのカーボンニュートラルっていう部分で進んでいかなきゃいけないところだと思うんですね、うん、なので、これに変わる例えばこの楽しさ残したままでこういうのに変わるタイヤがもちろん出てくると思いますし、そういうコントロール性だったり今僕らがね技術としてしっかりこう培ってるものを未来のタイヤに乗せて馬車が乗馬になったように楽しさっていう部分をしっかり残したままモータースポーツっていう部分もそういうところも楽しめるようにしっかりタイヤと一緒に残していきたいなっていうそういう気持ちもあるし、未来に対してはすごくワクワクっていうしてます、はい、これからのね未来がね、はい、全然楽しみですよね。土屋さんはどうですか。いや僕はもうあの世界中が2030年35年から全部 EV 化になりますよね、はい、そうなっていっても電気自動車になってもどこのメーカーもタイヤは必要なわけですよ、うん、どんなにその車が進化しようがその電気自動車になろうがタイヤついてないと動かないわけだから、うん、宇宙船じゃないんだから。そうですね、少なくともタイヤの進化っていうのはこれからもどん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 つながっていくと思うし、今度はじゃあ電気自動車になったとするとだよ、充電時間どうするのって、今急速充電で30分でこれが5分とか給油と同じ固定燃料と同じような給油時間になったとしたらこれは世界的に普及すると思う、うんうん、2035年以降車はどうなるかって言ったら我々みたいな車バカみたいなのは必ずいるの、ね、佐々木が中学生の頃憧れた、僕なんかも中学生の頃高橋邦光に憧れた、だけどそういう子供って必ず大人になって車に乗るわけよ、うん、だからこれが2050年になっても2030年以前に作られた自動車メーカーの反逆の卸しが上げたガソリンエンジンの車は絶対生き残ってるわけよその時にマサが開発したこの 71RS っていうのがブリヂストンは必ず復刻版として出すと思う。だからタイヤってものすごく夢がある、タイヤって必ず必要なの。だからタイヤは必ずどん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 進化していって、そういう電気自動車のジャンルの中でも必要とされる、一番必要とされる部分だと思う。うわー、もうじゃあタイヤは車の未来を乗せて走っていくわけですね。走るないと走れないですもんね。そういうこと宇宙船じゃないんだからさ。そうですね、飛ばない限りは絶対必要です。いきなりふーって浮かない限りはねということで今日はねたくさんいいお話をお伺いすることができました、はい、ご参加いただきましてありがとうございました。ありがとうございました。